ちょっと今回民宿アイスマンじゃなくて民宿アイスに泊まったんですけど、すごい素泊まり3000円で、池原七色団の近くで泊まれちゃうんですけども、素泊まり3000円ですからね、激安ですよ。激安なんだけど、そんな民宿アイス、まあ俺の泊まった場所、こちらをねちょっと紹介したいと思います。ちなみにね、タバコがということで、まずまあ普通にねトイレですよね。まずはトイレ、みんな気になる水回り、トイレはもうね超普通っすね、超普通。もう和式じゃないですよ、洋式ですよ。洋式で3000円で、もうめちゃめちゃ景色綺麗なんで、まあこっちから見た方がいいですかね。こっちから見るとより分かるんですけど、景色めっちゃ綺麗なんでね、やっぱこうなんか避暑地に来たなー感が半端ないっすよ、やっぱり、うん、でこう部屋からこういう風に見えちゃうんで、うん、で一番のおすすめポイントで、一番のおすすめポイントはやっぱりお風呂。こっちはね最高でしたね、うん、今まで泊まった中でも上位に入る最高度、それがねこちら。あ、一見普通だなって思うんですけども、パーッとしてみるとコンクリートだからね、完全なるコンクリート。いや、あ、ちなみにドライヤーもあります。いや最高でしたよ、ここの民宿アイス。バス停のメッカ池原七色の近くにね民宿アイスありますので、テレビもあるし、タバコ吸えるし、お風呂あるし、トイレあるし、景色もいいんで、ぜひ民宿アイスの方に、もしこっちの方来たら民宿アイスの方に泊まってみるのもいいと思います。